シャイニングは、ノルウェーのエクスペリメンタルジャズバンド。元ジャガジャジストのメンバーであり、サックス奏者で、マルチ奏者のヨルゲン・マンカビーが、1999年にアコースティック・ジャズ・カルテットとして、オスロで結成。セカンドアルバム、スウィート・シャンハイ・デビルまでは、コルトレイン色を感じさせるアコースティック・ジャズを演奏していたが、サードアルバム、 In the Kingdom of k i t c You Will Be a Monster で、エレクトリック化、加えてプログレッシブな要素を強めた。エクスペリメンタル、インプロビゼーション色の強い音楽を、数多くリリースしているレーベル、ルーン・グラモー・ファンと契約。2007年には、プログレッシブ・ブラックメタルバンドのエンスレーブドと、ツアーをし、音楽性にも、その影響が現れている。フィフスアルバム、 ブラックジャスでキング・クリムゾンの21世紀のスキッソイドマンをカバーしゲストボーカルでエンスレーブドのグラトルク・ジェルソンが参加した。ヨルゲン・マンカビーはブラックメタルバンドエンペラーのイーサーンのソロアルバムにサックスでゲスト参加している。ありがとうございます。